こんにちは。今回は、そんな、なんか作業するとかそういうことじゃないんですけども、何気にこれ、需要あるんじゃなかろうかと思いまして、K12 マーチの錆びやすい場所、もうだいぶ古い車ですからね、それをご紹介していきたいと思います。K12 マーチです。とりあえず錆びやすいといえば下回りですね。フロントから結構シャシブラもう吹いちゃって、ちょっとどこが錆びてるのかわからんかもしれませんけども、まず錆びやすいポイント、ここですね。ここタイヤサイズを純正オフセットのままタイヤサイズを195とか205とか履かせちゃうと、ここですね、ここ当たるんですね、で合わせてここもですね、こっちの壁の方にまで行ってこれ錆びてるんですね。運転席側を見ましたけども、この反対側の助手席ですね、このヘッドライトの下、この白いやつ、これがヒューズボックスなんですね。このヒューズボックスのこのすぐ真下っていうのが、もうここのインナーライナー、これめくれてこのヒューズボックスにタイヤがこうガツガツ当たると、なのでここもね、よく考えた上で車高も決めないといけないという感じですね。あとこの下回りですね、これフロントパイプ、フロントパイプがなかなかのくせもんで、これ絶対このフロントパイプのここするんですよね。チェック必要ですね。あとこのフロントバンパーのこの下側、この部分、コアサポートって言うんですかね、こういうスポイラーとかバンパーで隠れて若干こう見えなくなってるんで結構錆びやすいんですね。このリア周りですね、このね、リアのタイヤハウスの中っていうのがなかなかのこのくせもんでして、このラインこのパネルの継ぎ目ですね、こういう感じ、ちょうどこのパネルの貼り合わせ部分、ここ錆びるんですね。これチッピング塗装の下から錆びちゃったんで、もうここもう一回この部分だけチッピング剥がして、そんで錆落としてシャシブラ吹きましたけども、この部分ですね、タイヤがその泥を巻き上げてちょうどこの貼り合わせ部分、ここ錆びるんですね。それからちょうどここのアーチの部分、この真上からちょっと前あたり、この辺錆びるんですね。この辺足トーションビームなんで、ちょっと前に倒れるような感じでこう沈んでいくんで、ちょうどタイヤのヘリがここにタイヤ当たるんですね。この辺がね、地味にこう錆浮きやすいんですね。リア周りです。このフックですね、この溶接の貼り合わせてる部分、ここがね地味に錆びますね。エンジンルーム内で言えばここですね、この窓からこう水が流れてきて、水がここから直接このショックのこのアッパーの部分、雨水が直接こう流れてくるんですね。多分ネットでググればもうすぐ出てくると思いますけども、このね、これ車庫帳だからまだこれちゃんと下に水抜けますけども、これ純正サスとかだとね、ここ水溜まるんですね。水溜まりできてロットがもう錆びてしまうと、なので、自分はこういう後付けでこうストラットカバーアルミでこう自作してつけてますけども、これ純正でも一応ありますからね。ただこのストラットカバーつけたらつけたで、水がこう外側に流れてきますんで、そうするとね、この今度はサスのこのボルト、奥のもありますけど、このサスのこのボルトが今度錆びるんですね。ほんでそれがこのタワーバーに伝って、このタワーバーのこのブラケットが錆びると、で錆びちゃったんで
このブラケットこれ塗装しましたもん。黒塗って上からもうクリア2層ぐらい塗って、ほんでなんとこう錆をとどめてると、はい。あとこのアッパーのこれコアサポートですね、ここもねちょっと若干こう錆出始めてますけどね、まあ、ちょっとこれは俺がこう下地処理が甘かっただけかもしれませんけども、以前自分はこれ塗装し直してますね、まあ、ちょっと外すのめんどくさいですけどね。で次リア周り上側、まあ今スペアタイヤとかを外した後なんですけども、はい、ご覧の通りこうサビがですねこう全体に出てるんですね。結構前にですねこの中サビ落として、でそれやれば3年くらい、ずっと放置してたんですけども、まあ雨漏りは全くないんですけども、もともともうサビが結構あったんで、ちょっとそれ取りきれなかった分がまた浮いてきたっていう、なんでそもそもこうなるかっていうと、リアサスのこのアッパーの部分ですね、あのここのゴムブッシュがダメになって、こっから雨漏りして、その泥水でこの部分が錆びて、それだけでなくこっからこう水がこう下に流れていって、ここですね、ここのコーキングになってるところ、ここがねこういう感じ錆が浮くんですね。まあ雨漏りがひどくなるとこの下に溜まっていくと。やっぱこう中古車で買ったやつ一回見た方がいいと思いますね。まあうちの車の場合前オーナーがずっとフルノーマルで乗ってましたんで、ずっと純正足で乗ってたんですね、はい、でその期間が長かったせいかこのブッシュがダメになって、でこっからこう雨漏りして、まあ、こことこの辺がこうサビが浮いたと、まあいろいろ錆びやすい箇所たくさんありますんで、いろいろ対策していただければなと。また次回。